にまるで凱旋した将軍のように歩いていったんだ。富、名声、力、この世のすべてを手に入れた男、ゴールド・ロジャー。死に向かって歩いてるっていうのに、奴は誇り高い王者そのものだった。受け継がれゆく意志、時代のうねり、人の夢、人々が自由の答えを求める限り、それらは決してとどまることはない。おい海賊王、集めた宝はどこに隠したんだ。やっぱりグランドラインの中か。あんたは手に入れたんだろ、あの伝説の大秘宝。貴様黙れ。あの一つなぎの大秘宝、ワンピースをよ。俺の財宝か。許可なく喋るな。欲しけりゃくれてやる。探せ、この世のすべてをそこに置いてきた。ここで海賊王が処刑されたのか。史上最高の偉大な海賊が死んだ場所。どうしたナミ。空気が変わった。空気？一雨来るわ。この天気いいのにかよ。間違いない、急ぎましょう。おい、欲しい。待て、待て、欲しい。ルフィ、富、名声、力、この世のすべてを手に入れた男、海賊王ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ、この世のすべてをそこに置いてきた。男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。誇りかぶってた宝の地図も確かめたのなら伝説じゃない。こういう的な話は誰かのファンボリズム乗っかって思い過ごせばいい。ありったけの夢を探し物を探しに行くのさ。
山リバースマウンテンより出る7本の時期より1本選べるが、たとえどこの島からスタートしようともやがて引き合い1本の航路に結びつくのだ。そして最後にたどり着く島の名はラフテル、グランドラインの最終地点。歴史上にもその島を確認したのは海賊王だけ。伝説の島なのだ。ラフテル、うじゃそこにあんのかワンピースは。さあな、その説が最も有力だが、誰もそこにたどり着けずにいる。そんなもん行ってみりゃわかるさ。あいつらが我々の待ち望んだ海賊たちなのだろうか。なんとも不思議な空気を持つ男だ。ああ、ロジャーよ。